あなたは殺人鬼と友達になりたいと思いますか？1930年9月5日、アメリカカンザス州の連邦刑務所で一人の囚人の死刑が執行されました。死刑囚の名はカール・パンズラム。彼の罪状は一件の殺人。その時判明していたのはこの罪だけでした。実はこのパンズラム、死刑になる直前に自身の反省を手記に書き残していました。この手記には彼がこれまで犯した凶悪すぎる犯行の数々が記されていたんです。その手記を生涯でただ一人の心を許した友人に託しました。死刑囚パンズラムが手記を託した友人、それは収容されていた刑務所の看守だったんです。死刑囚パンズラムの死後に明かされた壮絶な人生、彼が残した手記には一体何が綴られていたのか。そこには凶悪な犯行の全貌と裏切りの数々があったんです。おーそうす、メトラのコメント全部読んでるよ、ケンちゃんです。男女の友情は成立する。何それ。ヨミユミコです。ということで本日ご紹介するのは、死刑囚と看守の間に芽生えた友情というね、ちょっと奇妙なお話。メトラの皆さんもね、こんなね、やべえ友達いるよって教えてください。僕もいますよ。俺が鎖骨骨折してるのに突進してくる関根ってやつがいて、なんか俺が骨折してない時は普通なのに、骨折した瞬間突進してくる。相当あんたのこと嫌いじゃない。いやいや。さてね、死刑囚パンズラムはなぜ看守とね、友人になったのか。その出会いはね、涙なしには語れないものだったんです。死刑囚と看守の友情。遡ること93年ほど前の1929年、アメリカカンザス州の連邦刑務所、ここに着任したばかりの新人看守ヘンリー・レッサーは、社会のためになることをしたいという初々しい理想を抱いていました。しかしその理想とは裏腹に、着任早々信じられない光景を目にします。なんと一人の囚人を複数の看守が取り囲み、殴る蹴るの暴行を加えていたんです。暴行はエスカレートし、囚人の両手を背中で縛り、天井に吊るすなどの行為まで。そしてそのまま12時間も放置したんです。何言う、いきなり。もう拷問じゃないよこれ。いやそうなんだ。このね、時の刑務所って人権もクソもね、ないような、もうとんでもない時代だったんですよ。この凄惨な暴力を受けていた囚人がカール・パンズラム。彼はこの時窃盗の罪で収容されてきたばかりでした。その後独房に戻されたパンズラムは血まみれ、力なく横たわっていたんです。その姿を見て同情した新人看守レッサーは、信用できる囚人の一人におもむろに1ドル札を渡します。彼が目を覚ましたら、これで何かうまいものでも買うように伝えてくれ。翌日、囚人仲間から金を受け取ったパンズラム。看守が俺に金を渡すなんてどういうことだ。そう、何度もこの刑務所内で容赦ない暴行を加えられていたパンズラムは、この看守の行動が理解できなかったんです。しかしその後パンズラムは、自身の独房に様子を見に来たレッサーを見て、それが本心だったと悟ります。その理由は、レッサーがパンズラムを見る態度が他の看守とは明らかに違うものだったから。レッサーはパンズラムの傷の具合を心配し、パンズラムに優しく語りかけたんです。傷は大丈夫か、あの金でうまいものは食えたか。このレッサーの問いかけの後、パンズラムの目からは止めどなく涙が。泣けるなこれ。パンズラムはこう語るんです。人から親切にされたのは生まれて初めてなんだ。めちゃくちゃいい話じゃない。まあ、ここでね、終わればね、確かにね、人情話ではあるんですが、そんなわけないんです。レッサーから親切を受けたパンズラムは、お礼として自分が書く手記を新聞社に売るように申し入れます。手記が売れるか売れないかは別として、レッサーはパンズラムの希望を叶えたいと考えたんです。何か訴えたいことがあるのに違いないと思ったんです。パンズラムはレッサーから受け取った紙と鉛筆を使って自分の反省を綴り始めます。後日レッサーはパンズラムから手記を受け取るんですが、その内容は想像をはるかに超えるものでした。なぜならパンズラムは、なんでしょう、冤罪とか。まあ、この時ね、パンズラムはね、死刑にはなってなくて、窃盗の容疑でね、捕まってたんですよ。しかし実は彼、裁判でね、まだ立証されていないね、ヤバすぎる凶悪犯罪を数々裏でやってたんですよ。パンズラムの死刑には一体何が書いてあったのか。死刑は彼の生い立ちから始まります。死刑に記された反省。1891年のアメリカ中西部ミネソタ州で、カール・パンズラムは生まれました。一家の生活は貧しいものでした。パンズラムが7歳の頃、一家の大黒柱である父親が家族を残して行方不明になってしまったんです。なんと食料もまともに買えないような経済状況でした。そんな貧しい生活をしていたパンズラム、11歳の時とうとう犯罪に手を染めてしまうんです。ある日、お腹を空かせたパンズラム少年は食料を盗むために隣の家に忍び込みます。しかしすぐに見つかってしまい、彼はわずか11歳にして少年院送りになってしまうんです。もう
お腹満たすために犯罪に走ったのに逆に空腹になっちゃうって、うん、何も救われないじゃないこの人。まあ、犯罪はねもちろん許されないんですがね、うん、生きるか死ぬかがねこうかかった瀬戸際、うん、まあ、そういう時にはね人間誰しもねちょっと善悪のね分別っていうのがねつかなくなるんじゃないでしょうか、うんうんうん、そんなねパンズラムの少年院での生活は最悪なものだったんです。少年院に入ったパンズラム少年を待ち受けていたのは監視たちによる容赦のない暴力行為でした。職員たちはパンズラム少年を体罰と称し、ことあるごとに殴る蹴るの暴行を加えていたんです。クソ野郎が。それだけでなく裸で縛り付けるなどの屈辱を与えるかのような行為も。少年院にまでこんな暴力あったらもう終わりじゃないこれ、まあ、この時代のね、うん、少年院とか刑務所っていうのはもう人権ガン無視なんですよ。はいはいはい、どうにでも扱われてたわけね。そんな地獄の日々を過ごし3年が経った1905年、14歳になったパンズラム少年は少年院を出所。しかし少年院から出たからといって貧しさからは抜け出すことはできません。パンズラム少年はお金を求めて強盗を働き、何度も刑務所に入ってしまうんです。そんな矢先、ある彼の人生に大きな傷を作る出来事が起こります。それは1915年、パンズラムが24歳の頃に逮捕された時のこと。この裁判で判事からある提案をされます。それは司法取引。司法取引とは被告人が事件に関する情報提供をしたり協力したりすることにより自分の罪を軽くすることができる取引のこと。パンズラムは判事から盗品の隠し場所を吐けば罪を軽くしてやると提案され、取引に応じたんです。洗いざらいに正直に話したパンズラム、しかしそれを聞いた判事が罪を軽くすることはありませんでした。クソ野郎だ。そう、なんと判事はパンズラムに嘘の司法取引を持ちかけ、盗品の隠し場所を自白させたんです。彼は手記にこう綴っています。俺は約束を守ったが、判事も検事も約束を守らなかった。あいつらたっぷり7年もの懲役を食らわしやがったんだ。こうしてオレゴン州立刑務所に入れられたパンズラムはことあるごとに看守に反抗、8回も脱獄を試みては捕まっていました。そんなパンズラムでしたが、ある人物の登場によって心境の変化が生まれることに。裁判所のやつらも最低じゃないこれ。いくらさ犯罪者だからって約束守んないの違うわよ。こんなこともあったんでね、パンズラムね刑務所内でもめっちゃ反抗してたんですよ。やっぱ裏切られたって気持ちをずっと持ってたんで。ですがある人物がいたおかげでね、更生の兆しが見えてくるんです。恩人との出会い。1917年、オレゴン州立刑務所に新しい所長が就任します。彼の名前はチャールズ・マーフィー。彼は凶悪な囚人でも人として対等に接すればそれに応えてくれるはずだと信じている人格者でした。しかしまだ刑務所に反発していたパンズラムは、マーフィーが刑務所長に就任して間もなく再び脱獄を試みました。マジで懲りないやつねこいつ。まあね、脱走後ねすぐにね捕まって刑務所にね連れ戻されるんです、うん、そしてその後新所長のねマーフィーのところに連れて行かれるんです。新所長マーフィーはそこでこう約束したんです。君がもし二度と脱獄しないと名誉にかけて約束するならば、君のために刑務所の門を開けよう。ただし夕食の点呼までには戻らなければならないぞ。なんとマーフィーはパンズラムに自由に刑務所の外に出る許可を出したんです。マーフィーはパンズラムにも真剣に向けば必ず更生してくれると信じていたんです。マーフィーのこの提案を聞いたパンズラムもまた彼のことを信頼できると感じ、おとなしくこの約束を守ることに。パンズラムはやっと更生の兆しを見せ始めたんです。そしてマーフィー新体制のもと着実に刑務所改革が推し進められます。以前のような看守による受刑者の体罰はなくなり、食事は改善。パンズラムも模範囚として真面目に従っていたんです。これは暴力で支配しようと思うことがいけなかったのこれね。しかしそれも長くは続きませんでした。同年の1917年9月、その日パンズラムはいつものようにぶらりと外に出かけます。ところがその晩はいささか飲みすぎて、気がつけば夕食の点呼の時間を過ぎていました。そこでパンズラムの心に魔が差してしまうんです。これやっちゃうのこれ、はあ、顔さ。こうしてパンズラムはマーフィーとの約束を破り脱獄、ひとときの脱獄生活を満喫していたんです。しかし1週間も経たずに捕まり、刑務所に連れ戻されてしまいます。そしてパンズラムはこの時ある取り返しのつかない過ちを犯したことに気がつきます。それは自分が脱獄したことによってマーフィーの顔に泥を塗ったということ。当時マーフィーの刑務所の改革は全米からの注目を集めていました。ですがパンズラムが脱走したことによってマーフィーの采配は効果がないということが実証されてしまったんです。そのせいでマーフィーはオレゴン州立刑務所から更迭されてしまいます。この出来事はパンズラムの心に大きな変化を生みました。彼は過去に経験した裏切りを思い出します。それは嘘の司法取引を持ちかけられ裏切られたあの日のこと。
パンズラムはかつて自分が判事や検事にされたようにマーフィーを裏切ってしまったことに気づいたんです。マーフィーが去った後、刑務所は元の地獄に戻りました。看守からの暴力は絶えず行われ、まともな食事が提供されることもなくなったんです。その翌年、自暴自棄になっていたパンズラムはまたも脱獄。そして彼はいつの間にか殺人を繰り返す凶悪なモンスターと化してしまったんです。せっかく更生仕掛けてたのに、どこまで行ってもバカね、こいつね。犯罪者って過去にね、不幸な目に遭った人がね、多いんじゃないかみたいな、ね、こう説があるんですけど、いわゆるね、犯罪原因論ってこう言われているね、一個学説があるんですけど、ちょっと今回はね、それをご紹介していきたいと思います。犯罪心理学では言葉の通り犯罪者の心理を研究する学問なんですが、その中でも犯罪原因論は遺伝や栄養状態などの先天的要因や幼少期の体験や受けてきた教育などの後天的要因から犯罪の原因を追求します。パンズラムの場合はその生い立ちや刑務所や社会から受けた暴力によるトラウマ、これを見ていくことが犯罪の、ね、原因を、ね、探るヒントになっていくんです。アルゴメトリで取り上げるシリアルキラーを含め、罪を犯す人の多くは過去に様々な人間関係の中で傷ついてきたという事実があります。特に虐待と犯罪の因果関係はとても強く、重犯罪者の約 50% が幼少期に虐待を受けていたというデータがあるほどなんです。パンズラムの場合はね、少年院で受けたひどい虐待がね、いろんな裏切り、これがね、関連していると考えられるんです。そして傷ついた結果、犯罪者の多くは一見怖く見えるような人でさえ自信のない人、自尊心が低い人が多いんです。どうせこんな俺なんかという感じで自暴自棄になっている傾向があります。パンズラム自身もマーフィーをね、裏切ってしまった、そういう自己嫌悪がね、後の犯罪につながったとも言われているんです。まあしかしね、こんなね、自己嫌悪とかね、こう感じちゃうパンズラムではあるんですが、この後ね、アメリカ犯罪史にね、名を残してしまうね、凶悪な連続殺人犯になってしまうんです。極悪非道の連続殺人。所長マーフィーが更迭された翌年の1918年5月、自分のせいでマーフィーが更迭されたという後悔と自身への嫌悪感で自暴自棄になっていたパンズラムは恐ろしい人格になっていました。パンズラムはニューヨークに渡り、ここで初めての殺人に手を染めることになるんです。パンズラムはまず目星をつけた地元のお金持ちの自宅に侵入し、金品を盗難。質屋で金品を換金してヨットを購入。そしてニューヨーク市内で知り合った船員を雇ってやると言って誘い出したんです。偉そうだな。しかしパンズラムには船員に仕事をさせる気などさらさらありません。船員に大量の酒を飲ませて金を奪い、拳銃で殺害したんです。その後もこの方法で犯行を繰り返し、わずか3週間の間になんと10人を殺害。パンズラムは強盗や殺人を繰り返しながらヨーロッパやアフリカを転々とします。しかし脱獄から10年後の1928年、アメリカに戻っていたパンズラムはとうとう不法侵入と窃盗の罪で捕まり、カンザス州連邦刑務所に収容されたんです。そしてこの刑務所で出会ったんです。後に友人となる看守レッサーと。ここまでがね、パンズラムが新人看守レッサーに渡した手記の内容になるんです。なかなか濃厚な反省だったけど、まあ生い立ちとかいろんな不幸があるにせよ、人は殺しすぎじゃないって思っちゃうけどね、私は。ただね、こう手記にね、載ってる殺人とかね、立証されてないんですよ。まあとはいえ、この後パンズラムの死刑のきっかけとなる事件を起こしてしまうんです。死刑となった友人。1928年11月、看守レッサーがパンズラムから手記を受け取って間もなくのこと、パンズラムが別の刑務所へと移送されることに決まります。移送先は国内で最も過酷と言われているリブンワース刑務所。リブンワースに移ってしばらくはおとなしくしていたパンズラムなんですが、ある日刑務所内で事件を起こします。それは洗濯室での刑務作業中のこと。作業監督が気の弱い囚人をいたぶっていたんです。目の余るいじめに何度もパンズラムは注意していたんですが、作業監督は聞く耳を持ちません。それどころかその時彼はこう言い放ったんです。てめえは黙って鎌でも掘ってろ。その一言でパンズラムは激高、鉄の棒を握りしめ作業監督に襲いかかります。そして他の囚人たちの目の前で作業監督の頭蓋骨を潰したんです。この罪によってパンズラムは再度裁判にかけられます。そして刑務所内での犯行ということもあり、情状酌量は認められず死刑を宣告されてしまうんです。事件を知ったレッサーはショックを受けます。手記によってパンズラムの生い立ちや刑務所で受けた仕打ちを知っていたレッサーはパンズラムの原型に奔走しました。しかしレッサーはパンズラムにこういさめられるんです。目を覚ませよ若えの、俺は善人になろうなんてこれっぽっちも思ってないんだ。俺がこうなるまでに36年もかかったんだ。それなのにどうしてあんたは俺が善人に生まれ変わるなんてたわけたことを信じているんだい。レッサーの奔走も虚しく、判決から2年後の1930年9月5日にパンズラムの死刑が執行されました。その人生の幕を下ろしたんです。パンズラムの死後、レッサーは手記を、ね、世界に広めて刑務所制度の改善を求める運動をしたんです。
パンズラムの手記を読んだ多くのジャーナリストや作家は感銘を受けたそうなんですが、衝撃的な内容だけにその出版は困難を極めました。そしてようやく手記が出版されたのはパンズラムの処刑から40年後の1970年のこと。その間、看守の職を辞したレッサーは今は亡き友人パンズラムのため、そしてアメリカの司法制度を改善するため努力し続けていたんです。刑務所の不正の実態を囚人の側から描いたパンズラムの手記は当時の裁判の不正をあぶり出した重要資料になったんです。壮絶な家庭環境と数々の裏切りを経験したパンズラム、彼は凶悪な殺人鬼になりましたが、本当に根っからの悪人だったのでしょうか。本当は人の気持ちや恩がわかる普通の人間だったのか。レッサーの優しさに触れて涙を流し、裏切りに傷ついてしまうパンズラムを見て、あなたはどう思いますか？自分がパンズラムのような境遇にいたらどんな行動をしますか？メトラの皆さんの意見をお聞かせください。皆さん、ここで、ね、重大告知なんです。なんとね、4月3日つまり今日ですよ、今日の夜10時からインスタでライブ配信をします。 YouTube ではね、出せなかった動画の裏話とか、 YouTube では公開できないね、あの事件のね話とかね、いろいろね、てんこ盛りのコンテンツでございますよ。10時から YouTube じゃなくて Instagram で、ぜひね、インスタフォローしてね、待機してください。よろしくお願いします。